皆さんこんにちは、スギです。普段の学校がある日の一日を Vlog にしてみたので、ぜひご覧ください。今年の春から3年生になったんですけど、出席のある授業は火曜日と木曜日の2日間だけで、この日は火曜日の様子を撮影しています。この日は3限にフランス語の授業があって、まあ、それまでゆっくり準備してたんだけど、急遽その前にお昼ご飯食べようって友達と会ったので、急いで準備して家を出ました。2限終わりの学食本当に混みすぎてて、席も取れないし人もいっぱいいるしめっちゃ並ぶしみたいな。この日もうちらギリギリで行ったからすごい混んでた。こちらの友達たちは交換留学生のプログラムに参加してる子たちで、同じグループの子たちなんだけど、一人イングランドで、一人韓国で、一人は結構同じ日本人です。ケオース Vlog だ。 Vlog をね、ちょっと後でリンク送っとくね。みんな見てる？え、本当？でも最近始めた25人しかいない。じゃあ私が26人目。そうね、なってなって三限に行きます。バイバイ。フランス語に行きます。なんかもう本当混みすぎて15分ぐらいで爆食して行きました。三限フランス語、どこなの？終わった。疲れた。なんか私は全然フランス語喋れないんだけど、フランスに行くお勉強した方がいいなってので、フランス語取ってもうちょっと頑張んないと。もう一応さ4年間やってんだけどさ、もう高校の2年間はなかったことにしてさ、何年間やってましたって聞かれてさ2年間って言っちゃったんだけど、もはやとりあえず生協によって帰ります。この日の OOTD はこんな感じ。コスの新作のバッグがめちゃめちゃお気に入りで、通学バッグとして使ってます。なんか生協のメールアドレスを登録してなかったせいで、私はなんかいろいろできなかったんだけど、今登録してきて、なんか5月2日からやっと使えるらしい。でなんか今さ第2、去年の英語の先生がコーヒー入れてたから、普通にこんにちは杉浦ですって言ったらみたいな、みたいな、誰か分かってもらえず、去年のとか言われて、あそうですっつってすごいパニクってた。いや挨拶ぐらいするだろうって感じなんだけど、家帰ってドライブの準備してカイ君とアロンちゃんを迎えに行きたいと思います。バイバイ。来ました。おいしょ。そしたらとりあえずアロンちゃんを教習所に迎えに行って、でその後カイ君が新横浜に新幹線で来るから、それを迎えに行きます。とりあえず16時に終わるっつって、待って、ああびっくりした、携帯ないと思ったらこれ撮ってた。急いでアロンちゃんを迎えに行きます。行きまーす。よいしょ。ガソリンも入ってるし、もう鍵閉めたよね。閉めたっけ。ちょっと待って、鍵だけ確認してきます。閉めたか忘れちゃった。閉まってた、よかった。じゃあ行きます。
アロンちゃん、おはよう。聞こえた？叫び声。何？なんて？アロンちゃんって結構前から叫んでたんだけど。結構ガチ。おはよう。お疲れ。おカレーライスだみ。おはよう。え、かわいいじゃん。教習所で一番怖いかった。絶対そう、それはそう。ねえ、待って、今日のね、聞いて。ねえ、マジで今日。え、今日坂道やったの。もう本当に今日緊張しちゃった。楽しかった？まだ冬だよ、イズキパラダイス。ねえねえ、放送されちゃうぞ転したからちょっと、ね、何セブンのくじで当たった。あー今日もやる。今日もやるんだ、うん、だってこのサングラスにこの格好でやったもん、足教習。ねえねえ、それサングラスつけてやったの、ね本当に信じらんない。こんな大きいんだ、ハンドルあんたの。私、あれ、大型車だから。あ、そっかそっかそっか。忘れてた、忘れてた。忘れないでお願いだから、ね。何これ、あんたこんなの持ったっけ。カメラってだけ買っていくよ。そりゃそう。行ってきなんか？行ってきなんか。何、何それ。なんかさ、Vlog 回すはいいけどさ。編集しなさいよってね。一個一個。やりなさいよ、あんた。私も。うん、そりゃそう、あんたもそう。合ってる？え、撮れるのこれ。でもここに車があるということは。まあ、そういうこと。そういうこと。え、合ってるよね。何、こっちがってこと？っていうか、通っていいんだよね。だってこれうちらの道だもんね。そうよ。さよなら、新横向かいます。なんか綺麗、肌綺麗。うん、せーの、せーで、お願いダーリン、見て聞いて。カフェラテゲット。できる犬じゃん。そうなの？うん、猿じゃねえんだからどっちにも失礼。え、もう着くじゃん、しんやこね、思った。めっちゃちょうどいいやん。うん、なんならうちの方がちょっと早いんじゃない？思った。え、ロータリーあんのかな。肌綺麗ね。何したの？いや、あのディオールのチーク本当に買った方がいい。ディオールのチークマジで本当に肌綺麗に見える。ね、私も今日チークしようと思ったのに。後で貸してあげる。やった。めっちゃツヤツヤね、綺麗。ほぼ道。化け物さん、やっほー。はーい、カイくんお疲れ様。荷物後ろ置くんなら後ろ開けて置いちゃいな。でも誰も乗ってこないでしょ。え、わかんない、わかんない、わかんないよ。何があるか。なるとしたら多分言い過ぎ。なるよりなれ言い過ぎ。カイくんです。ね、今日は大阪からはるばる。そうなんです、来日です。言い過ぎ、言い過ぎ。嬉しいからさ、あんたってあんこ好きだったっけ？あの好き。おぉ汚ねえし。汚ねえし。どっち？好きだよ。え、抹茶嫌いやん。抹茶でも最近好きになってる。私抹茶好き。姉ちゃん、おめえには何もないんだよ。怖ーい。なんかね、何買おうと思った時に、うん、でもあれで、ま、最初は、ま、今日バームにしようと思ったよ。あ、出ました。今日バーム。出ました。出ました、今日バーム。抹茶あいつ綺麗やったなぁと思って、あいつって呼ぶのやめれる？厳しい。厳しめだ。厳しめの日。ヤンコにした。ありがとう。はーい。中華街着きました。ブラブラして。ブラブラブラ。え、まだあんまお腹空いてないよね。だから喋らせてお願いだから。あんまお腹空いてないよね。つきまくりなんだけど。あ、そうだよ。つきまくり。つきまくり。だから、まあ、入るなら入ります、どっかに。あの、ザ・中華街ですみたいなところで写真撮りたいの、私。え、それはそう。それはそうだから、よろしくね。でも、明るいうちに行きたいから、最初に食べる前にさ。あ、ね、今、ベストタイムじゃない？そうなの、目、今。ねえねえ、ひよこ姫やめて。かぶらせんの？撮りゃいいじゃん。でっか顔。でっか。出ちゃったんだよ。おいしい。じゃあさっき、はい、そうだよね、放題に来ました。てか、食べ物じゃなくて大食いは食べないでしょ、絶対。え、こいつ大食いだよ。オッケー。食べ残し6万でしょ。何倍。はい、注文しました、第1弾。せーの、せーで、タラララ。いただきます。え、足北京でね、北京ダック食べたことある？あったっけ、北京行ったことある。うん、やば。
だからオリンピック出てたのがピッチ言い過ぎ、そう話、はい、ありがとう、もう閉まっちゃったからこうでいいの、閉まっちゃったやめてお店みたいな言い方なんて閉まっちゃったやめてお店みたいな言い方2回見せないんだよ麻婆豆腐は、うん、ありこっちでいい、うん、あり四川風と広島風ですぎ関西線の方がうまいじゃん、関東四川風だよね、え、四川、でも辛いそっちの方、辛いのちょっと食べたいの、うん、ごま男だ、うん、ねえ、さっきのあれ食べたいから私、え、八宝菜、金玉みたいなやつ、これ、うん、それ美味しかった、小籠包あれやべえわ、あれやばいね、そうそう、あれだよ、どれ、あれだよ、 あれかちょっと待ってください、ダメ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 、はい、食べ終わって写真撮り終わったので次はせーの、みなとみらいに行きます。今日寒くない、今日夏だよ、だってこれでも行けるもん、ただいま、ね、開かないんだけど、倉見沢明美さんだ、はい、そんじゃ、行きますよ、うわ、中顔面、地球層なんだけど、ナシシスティック、マイガッド、アイラブ、ダッモーニング、ミンチュン、アイラブ、アイラブ、いけすよ、閉じ込められた位置にしよう、あ、上手ねえ、やめてそのね忘れちゃった笑顔も置いてくね、置いてきます、挿入されています。カード有効期限は大桟橋からアロンちゃんを教習所に置いて、はい、この人をカフェに置いて、さあスキピに、おい、次エゴさんの私は車を置いて、そんなし向かいます、もう使えないじゃん、あったあった、ありがとう、あとでね、バイバイ、あとでね、はい、またあとで、開けるよー、はいよー、いってらっしゃい、ありがとうね、またね、後でね、とりあえず2人を置いたので車を置きに行ってもう一回合流します、はい、着きました、着きましては、いすぎ、着きましては、しのぶれろ、着きましては、しのぶれろやめろ、はい、着きましては、味わって早く、待って、まだだから、それはそうだ、バイバイ、泣いて